フィル・ラモー,オーンはアメリカ合衆国の音楽プロデューサー、レコーディングエンジニア、バイオリニスト、作曲家としても知られる。南アフリカ共和国に生まれ、ニューヨークのブルックリンで育った。3歳でバイオリンを始め、10歳の時にエリザベス2世の前で演奏するという振動として知られた。1940年代の終わりには、 クラシック音楽のバイオリニストを目指して、ジュリアード音楽院に進んだ。クラスメートの一人には、ジャズサクソフォーンプレイヤーのフィル・ウッズがいた。1959年、レコーディングスタジオ、A、A&R レコーディングを立ち上げた。とりわけ革新的な技術を積極的に用いることで、レコーディングエンジニア、音楽プロデューサーとしての評判を得る。ポール・サイモン、アートガー・ファンクル。 ボブ・ディラン、フランク・シナトラ、バリー・マニロー、アレサ・フランクリン、ビリー・ジョイル・ほか多数のアーティストの作品の制作に関わった。マリリン・モンローがジョニー・エフ・ケネディのために歌った、ハッピー・バースデイ・トゥー・ユーの録音にもクレジットされている。ラモーンがもたらした音楽の技術的な革命には、4トラックレコーダー、映画の光学式サラウンド音声、デジタル録音技術などがあり、エアンド、 R スタジオでは初の一般販売用コンパクトディスクが制作された。また最初の商業的な DVD もラモーンの手によるもので1997年のデイブ・グルーシンによるウエストサイド物語であった。ニューヨーク州のファイブタウン・カレッジとバークリー音楽大学から名誉学用授与されており、バークリーでは理事も務めている。チャック・グラナータとの協調による書籍、 メイキングレコーズザ・シーンズ・ビハインド・ザ・ミュージックが2007年10月9日に出版された。2013年3月30日、ニューヨークで死去。大動脈瘤のため入院中だったとされる。グラミー賞にはこれまで33回ノミネートされており、14回受賞している。1973年にはエミー賞を CBS のデューク・エディントンの番組である デューク・エリントン、We Love You m a でサウンドミキサーとして受賞した。ありがとうございます。